1950年のジャイアンツ打線を紹介。1番セカンド千葉茂、2番レフト小松原ひろ、3番センター青田昇、4番ファースト川上哲治、5番サード手塚明春、6番ライト萩原博士、7番ショート山川喜作、8番キャッチャー藤原哲之介。この年はセカンドの千葉と外野手の青田がベストナインに選ばれました。